各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国を勉強していきましょう。加油。今回はちょっとプライベートなことを尋ねる中国語を聞いてみましょう。まず映像だけで見てみましょう。你结婚了吗？我结婚两年了。有孩子吗？有一个儿子，刚一岁。次は字幕付きで見てみましょう。你结婚了吗？我结婚两年了。有孩子吗？有一个儿子，刚一岁。いかがですか？音声と漢字は一致しましたか？次に日本語の字幕で見てみましょう。你结婚了吗？我结婚两年了。有孩子吗？有一个儿子，刚一岁。今回のキーワードは、我结婚两年了。この文末の了は、何ヶ月、何年など、時間を表す言葉の後ろについて、ある時点から始まった状況が、現在もずっと継続していることを表すときに使います。完了や変化を表す「ら」とは違いますので注意しましょう。私が結婚してるかですか？それはご想像にお任せします。次に本文で使われた例文を聞いてみましょう。我结婚两年了。我结婚两年了。それでは最後にもう一度映像を見てみましょう。你结婚了吗？我结婚两年了。有孩子吗？有一个儿子，刚一岁。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧。下次节目再见。